私どもコンテンツゲートはですね、昨年の4月に、日本でですね、新しく設立した会社でして、基本的にはですね、世界中の携帯の配信網に、日本のコンテンツを流す、業務をさせていただいております。で、特に現在はですね、アニメーション、ショートアニメーションを中心に、北米、あと EU、アジア圏にですね、日本のアニメーションを広く、流通させていただいています。で、私どもの、企業のですね、ビジョンといたしましては、なるべくいろんなですね、技術を駆使して日本のコンテンツをより多くの方、世界中の方に見ていただくという部分をですね、会社のコンセプトとして活動を行っております。ですね、携帯電話という部分は非常に新しいですね、メディアでございまして、特にビデオを流すという部分についてはですね、今までと全くその違ったですね、また見方をしなきゃいけない部分が一つあるかと思います。確かにコンテンツのですね、キャラクターの強さ、コンテンツそのもののですね、楽しさ、インタラクティブ性というのが重要なことファクターなんですけれども、それよりもですね、いかにその携帯電話という部分を活用してコンテンツをうまく消費者の方にお届けするかという部分が非常に重要でございまして、で、じゃあ一番何が違うのかといいますと、一般的なテレビフォーマットですと大体まあ25分から30分で1話完結するという部分が、やはりですね、世界の携帯の配信事情を考えますと、長くても5分から6分で1話を完結して、その中に起承転結を入れてあげなきゃいけない。さらにその連続ものですと、次にですね、どうやって視聴者の方に見ていただくか、訴えかけるか、また見たいという欲求をしてもらうかという部分を、その5分間、6分間というですね、短い時間で勝負をしなきゃいけませんので、これがですね、一番その今までのフォーマットと携帯電話フォーマットの違うところかと思います。で、その中で日米の違いって何かと言いますと、日本ですともうすでにですね、キャラクターですとかその作品のですね、イメージというのがもう広く広がってますので、その中でじゃあ5分6分を楽しんでいただくですとか、あと日本のテクノロジーですと5分6分ということに限らないで、少し長い時間でも携帯電話で見れるんですけれども、世界でターゲットにしますと、やはりその5分6分の中に収めなきゃいけないというところで、非常にですね、そのまずは認知度を測らなきゃいけないという部分が一番大変なところではあるんですけれども、トレンドとしてはやはりですね、誰が見ても面白いという部分がトレンドで、日本ですとすごくそのジャンルが分かれると思うんです。セグメントがですね、非常に分かれると思うんですけども、ことアメリカ、EU ですと、例えばそのボディアクションじゃないですけれども、キャラクターのアクションみたいな形で、誰が見ても動作で面白くさせるという部分ですね。セリフで面白くさせたり、楽しくさせるわけじゃなくて、その何かの動きを見た中で、動画の動きを見た中で、うっという笑ってしまうものがやはり人気があるという部分が、ちょっと日本とは違うかなという部分が感じるところですね。やはりこれ日本のものを海外に出すときも一緒ですし、海外のものを日本のものに持っていくときもそうですけれども、ダイレクトに持っていけるもの、ダイレクトに持っていけないものっていうのは、これは双方に存在すると思ってます。で、特にアメリカの場合ですね、やはりその非常にコメディ作品というのが多いんですよね。ただそのなかなかそれをダイレクトで日本のマーケットに持っていっても、それをですね、ただその翻訳をかけて持っていくだけでは非常にその面白いものではなくなってしまう、死んでしまう。で、それは日本のものでも一緒で、ですのでそういった部分でローカライズをしなきゃ、うまい意味でですね、味付けを変えなきゃいけないという部分ですので、僕はなるべくそのアメリカのコメディですとか、そういった部分を日本に持っていきたいんですけども、そういった部分でもやはりその日本流の若干の味付けというかですね、いう部分をコンテンツホルダーの方、アメリカのコンテンツホルダーの方と相談させていただいて、して日本に持っていくことによって、非常に成功するんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ現在の評価としてはですね、非常に持ち込まさせたもの、まだ少ないんですけれども、
今我々持ち込まさせていただいているのはどちらかというと日本側で見たいと思うものを持ち込まさせていただいているので、それについては評価高いんですけれども、非常にですね、日本にコンテンツを持ってかさせていただく場合でも今までと違ってですね、非常にチャンネルが多いんですよね。ワンセグも始まりますし、他のですね、インターネットでも必ず見れますし、いろんな部分でその、一般のユーザーの方、コンシューマーの方がですね、自分の好みに合ったものを見たいというですね、時間が増えてきましたので、それのニーズに合ったものをですね、世界中から探し出していくという部分ですね、そういった部分も我々の、一つの柱にしていきたいというふうに考えています。私どもコンテンツゲートはですね、今携帯の配信のビジネスを中心させていただいておりますけれども、基本的に会社のビジョンといたしましては、日本のコンテンツを世界の方に見ていただくという、ビジョンのもとにですね、そのお手伝いをコンテンツホルダーの方のと共にですね、させていただくという形で考えております。まずは今ですね、なるべく多くの、技術、携帯電話、インターネット、またですね、人的な、つながりを持ってですね、日本のコンテンツを見ていただく努力をしております。ですので、もし皆様の中で、ご自身のコンテンツですとか、もっと日本のこういうところをですね、世界に知らせる方法がないかとかですね、そういった部分のご相談があれば、ぜひですね、ご連絡いただければ、一緒にですね、我々コンテンツホルダーさんの、お持ちになっているコンテンツの資産という部分の、向上と、あとですね、その日本のブランドという部分の、向上という部分をですね、お手伝いさせていただければというふうに思っておりますので、今後ともですね、いろいろとご支援ご鞭撻いただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。